酒蔵力がお送りする「力の豆知識」今回はレズサワーのご紹介ですやっぱり開幕の一杯はこれに決まり酒蔵力の名物レズサワーは北海道産の赤しそを使ったオリジナルのドリンクですお店の看板娘です試合前ハーフタイムそして勝利の美酒で。 さあリーグ戦始まりますよ1杯2杯3杯でごげん金曜よろしく裏は大宮上福岡西川口武蔵浦和池袋工場直売店大宮旧中山道店も元気です酒蔵力は全部で14店舗酒蔵力おおおおおはい レッツ力ね。この番組は坂倉力とともにお送りしますはいこんにちは船長の大野瀬太郎です2月22日に並び木曜の夜を迎えましたいよいよ明日ですねそれも午後2時また2が出てまいりましたよいやもう広島に選手たちは乗り込んで気合十分だろうと思いますがねさあレッツ力ね。 えー、執行させて参りましょういや、寒くなりました、また、真冬の寒さ、戻ってきたということですが、今日の船割レズのサポーターのお便り、先ほど目を通しましたが、暑いね、いつも開幕前はこんな気持ちですよね、特に今年は、とても暑い、いや、選手たちの気持ちを奮い立たせるような熱のこもったお便り、後ほどご紹介しましょう。 さあ最初のコーナーこちらから始めてまいりますレーズニュース明日いよいよ j ワンリーグ開幕です二十三日祝日金曜日ウラレズはアウェーマーティアス大成ウイジンを迎えます対戦相手サンフレッチェ広島新しいスタジアムあのエディオンピースウィング広島で午後二時帰国です オーシーズンは20チームで戦います。最終節、12月8日日曜、アルビレックス新潟戦、38試合行われます。西川修作、注目はゴールキーパーです。19日月曜、東京都内で J1 全チーム代表選手が一堂に会して、J リング開幕 PR イベントが行われました。 売られずクラブ代表して西川周作選手出席第1部のトークショーで相手のゴールキーパーとともにゴールキーパーの価値を高めたいと語りました第2部では対戦カードごとのブースで取材に応じた西川周作は開幕を前にこう話しましたこの指導日からここまでのトレーニングの積み重ねでサポーターが感じる変化はどこにあると最後日からは思いますか やはりあの一人一人のクオリティっという部分では間違いなく上がっていると思いますしまあこの力でまず見ている方はもうはっきり分かるんじゃないかなとあとはまあチームとしても積極的にボールを奪い行くくという姿勢というのは見て取れるんじゃないかなとそれがもし見て取れないのであればもっと自分たちがパワーを使わなければいけない部分だと思うのでそこはあのうまくピッチで表現していきたいなと思っています。今シーズン 注意しないといけないいいとけポイントは自分の中ではちょっとあって昨年はこう自分の前自分たちの前に置いた相手を置いての守備がまあほとんどだったので守りやすかった相手も嫌だったとは思うんですけど自分たちが高い位置でボールを握って押し込もうとする時間が長ければ長いほどもしその真ん中で引っかかったりとかカウンターを受けるっていうシーンがあれば 当然みんなは戻りながらの守備になるので後ろ向きの守備の時のポジショニングだったり、まあ、メンタル面が一番気をつけないといけないのかなっていうそこはまあ僕が想定しておけば解決方法は間違いなくあると思っているのでそこのまあみんなの,そのプレーというよりはやばいって思った時の全体像は気をつけないといけないなと。 第三者委員会公開シンポジウムが行われました昨シーズンの天皇杯ラウンド16敗退後発生した名古屋グランパスサポーターに対する試合運営管理規定違反事案まあ簡単に言うと暴動ですがねこれについて先週金曜日浦和区で第三者委員会公開シンポジウムが開かれました詳細はちょっと長いんですけれども レズサポーター丹念に読み込んでください公式ホームページに掲載されています坪井圭介さんトークショーに参加この番組でもすっかりおなじみ売られゾービーの坪こと坪井圭介さんが明日二十三日から全国ロードショーとなるサッカーサモア代表の実話をもとに制作された映画ネクストゴールウィンズの公開記念トークショーに参加します 浦和駅前パルコにあるユナイテッドシネマ浦和で2月25日日曜午後2時の会で上映前にトークショーを行われますレアグッズ当たる抽選会も実施されます会賞チケットは現在販売中詳しくは映画館の公式サイトをご覧くださいレズレディース情報ですレズレディースはウィリーグ再開を前に味の素スタジオに隣接する AGF フィールドで開催される 関東大学女子サッカーオーブリングフェスティバルに参加します2月25日日曜2試合目関東学連 A 戦バストの一戦に出場午後2時帰国です観戦はチケット不要です無料ですなでしこジャパンを全力応援今年夏開催されるパリ五輪の出場権かけいよいよ北朝鮮女子代表との最終予選です 昨日水曜の夜、ようやく第1戦の試合会場が決まりました。結果的には、中立会場設定されて、24日の土曜、日本時間夜10時4分帰国、クラブワールドカップでクラブレオン戦が開催されたサウジアラビア、ジッダに入りました。第1戦を行って、第2戦は国立競技場。 二十八日水曜夕方六時三十分帰国、池田太吉監督率いるナーデシコジャパン、パリへの切符をかけて最後の決戦です。以上レッドニュースでした。次はこのコーナーに参ります。<music> 今週のこの時間は明日の午後二時 J ワンリーグ開幕となりますんでね。 昨日行われたマティアス監督の会見の声をお送りするとともに、まず公開練習の後、選手たちの声を拾いました。まずそちらを聞きいただいて、次にマティアス監督の会見の声連続でお送りします。まああと本当最後の細かいところであったり、また、あ、広島への対策であったり、まあでもどの対戦相手が どこでも今年に関しては自分たちの強みを <laughs> 出せれば勝てないとはないと思うのでまあそこまで相手を気にすることなくやりたいいかなと思います一番感じる今年、裏が変わったところというのは攻撃的になったとっ言われますけどまあそのまあクロスだったりその崩した後のペナー内の人数だったり まあフォーメーション的に前にかける人数が多いそもそも多いから、まあ、スコア変わったところですし、まあ、そこでのゴール前での迫力だったりゴールを目指す勢いだったり精神力というのは変わったところかなと開幕戦というのは特別な一戦なのか特別というとか番大事かなと思ってますここ数年、開幕でいいスタート切れてないですし やっぱりそこで勝てるか勝てないかもそうですし <laughs> まあより今年に関してはこのプレシーズンの期間でま浦和に対する期待であったりっていうのはまあいつも以上に多いと感じているのでまあそういった意味でもみんな注目する試合ですしそこで <laughs> 勝てるか勝てないかで今年の浦和がどうなのかって多分他のチーム勝つことができれば たぶんのチームも浦和に対して、まあ、やっぱ強いんだだったりっていう思いをさせれると思うので、まあ、そこでこけてしまったらなんか期待外れというか、まあ、そういうプレッシャーもあるので、まあ、そういった意味でも大事なな試合かなと思ってます表現力っていうところではここ最近,あの近年その伸びてきてるなっていうのはすごく感じてて。 で今、このサッカーをやって1ヶ月ちょっととところでの,その役割を全うするっていうところですごくスムーズにできる自信はありますしだそれがどんどん積み上がっていったときにそれぞれの個性が出てくると思うのでそうなっていったときにまた自分の必要性っていうのは変わってくると思っているので <laughs>。 より最初はそう感じてもらえるのかなとチームが変わってこういう積み上げる時期っていう時により目立てる存在になれるのかなっていうそこでどれだけ結果を出していくかがこれから、あのー、長くこのサッカーをやっていく上で大事な存在になれる一つの要因だと思ってますしそこがすごく大事結果が。 ここまで作り上げてきた、チームへの手応えなど、ご覧ください。よろしくお願いします。Well, it's always like this that you should sometimes want to have even more time, but I think we have used our time really well. いつでもあの、もっと時間が欲しいと言っていう気持ちはありましたが、今までの時間をあのしっかりと活用できたと思っています。 I was happy with the, the, the training camp in in Okinawa. あの、and also, I see that uh, our concept of playing are developing uh, every every day. あの、えー、えー、えー、yeah. And uh, we all look forward to to start the league now. Yeah. あの、リーグが始まること、あの、私も待ち遠しく感じています。もう一点ちょっとお聞きしたいんですが、えっと、渡辺龍馬選手を左サイドバックにコンバートしましたが。その理由をお聞かせいただければ、お願いします。ポジション。ええ、ミコン、ミコン龍馬。of course we we have been、uh。 Uh, selling over left back, or they have been going on loan uh, last year's left back. So we've been seeing options, and I see that we have some good options this year. And Ryuma is a really good football player. Uh, えー、今期は、あの、出ていったというところで、あの、左サイドのオプションを、いろいろ見てましたけれど。あの、龍馬がまず選手として非常に、あの、能力が高い選手だと思います。そして、我々は、サイドバックに攻撃的な、能力を、求めています。ええ、グレートスピード、ええ、グッドインテンシティ、ええ、ケン。 assist and scoring goals f、uh, r あの彼はスピードもありますし、えー、強度の高いプレーも、えー、できますので、えー。左サイドバックとしてプレーしながらもゴールやアシストをもたらしてくれるようなタイプだと思います。With, uh, まああのおお方歩もええー、そのような能力を持ってると思います。and of course also uga is a player who can、uh, adapt to that place、えー。えそして uga 人も、えー、それに順応できると。

Uh, and they, this team have been playing for uh, for many years together. Hey, well, is, uh, together. Very, very high pressing team uh, in the defending uh, and uh, and in the way of uh, attack. シュビデワ、エ、えー、かなりエチ、えー、強いハイプレスをかけ、えー、攻撃ではデワ、アノ、ダイレクトなプレーが多いチームだと思います。開幕戦勝利するために <To win. S 3> キーポイントとなるところは、いったところでしょうかピッチノナカレ、ドイタトを選手たちに求めていきたいか教えてください。カ o イトと demand、uh, to the players to do on the pitch. As I said, we, we expect、uh Um, intensity game with um, a lot of temperature uh, and one against one duels uh, and of course we we have to be both mentally and ready for physically ready for that start especially in the start of the game 試合になると思いますし、えー、選手たちのあの,球際の場面もお多くなると思います、えー、フィジカル的にも、あのー、せん戦術的にも、あのー、メンタル的にも選手たちはそれに向けて、えー、準備をしてない,といけないと思います。 clear that we we want to have bring over concept of playing with us into also this game so we 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 want to dominate the game in periods even if it's a way game uh, and we want you to see that this is the urava stay of playing so uh, that's our impact to that game であのもちろん勝利も求めて戦いたいと思いますけれど、われわれのコンセプトをいかに表現できるかというところも大事だと思います。えー、まあ、青いゲームなんですけれど、われわれがあ支配する時間というのを、あのー、作っていきたいと思いますし、そういった時間を浦和の,のサッカーだというふうに、えー、持っていきたいと思っています。 で選手の強みも生かしたいと思います。例えば前線のスピード。で、えー、そのスペースが大きく空いてれば、インサイドカーフがそれを使用するというような場面も見たいですし。サイドバックのランニングもたくさん見たいと思っています。And, and プレイイン、リリイフォトボール、プレインイン、ビハイン、ンド、オーソー、アロトコンビネーション、アンダイレクトなプレート、えー、しっかりとボールを握るコンビネーション、えー、のポジションサッカーのその組み合わせを見たいと思っています、えー。続きまして、レッツブレス、ありがさん、お願いいたします。はい、またよし、お疲れ様です。レッツブレス、ありがです、えー。沖縄キャンプの最後に、はい、楽しみと言っていた大原サッカー場のミーティングルーム。

and of course when we spend time there every day uh, the, that facility is uh, really motivating and good when it's, uh, it's uh, like it is being known so we're very happy with it あの帰ってきたときにはもうすでに、えー、ミーティングルームが用意されていましたので、あの西野さんにはあのこういう素早い行動をとって、えー、もらったことを感謝しました。えーまあ、我々はここをクラスルーム、教室などとも呼んでいます。その日々、えー、学ぶ場でも、えー、あると思っています。So we, we talk about Urawa standard and Urawa standard should be top standard. And now we have Urawa standard in the meeting room. We have Urava standard on the pitches, which uh, are super quality, and we have Urava standard on different things. So this is what we we always hunting for. ウラワのスタンダードをしっかり作っていきましょうという話を私はしていますけれど、えー、その高いクオリティのミーティングルームが今できましたし、ピッチも素晴らしいと思います。あのさまざまな、えー、部分でそのトップクオリティをスタンダードにしていきたいと思っています。And I hope that you during these 38J League One games will see that the ウラワスタンダード will develop During season. ええー、そしてこのリーグの三十八試合を通じて裏側のスタンダードがどん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 高まっていっているっていう姿をお見せしたいと思いますありがとうございました坂倉力量本店店長の今井敏郎ですええー、坂倉力は平日は三時からオープン土日は1時からオープンですのでぜひ皆様のご視聴お待ちしております坂倉力量本店の店長今井敏郎でした俺たちのレッズ声俺たちのレッズ声です さあ、クルーたちから寄せられたメッセージをご紹介しましょう。マケレレケータです。レズの選手たちの生き生きとした顔が見たいな。今年はたくさん見せてもらいたい。いっぱい期待しています。立林のジョン船長、大原取材お疲れ様でした。まあ、徹底的な フィジカルトレーニングということで、1年間を見据えたマティアス監督の考えに期待が膨らみます。あの V 級巨人の川上哲治監督とかぶるということは、優勝間違いないということになりますよね。そういうふうに言いたいことを、あのような表現で私はしゃべってんですよ。ねまあ格に タイトルとか、優勝とか、今シーズンは使わずに、さまざまな角度でそれを狙っている、いや、それが近くなってきた、それを掴んだ瞬間に、優勝、タイトル獲得っていう言葉に、私はしたいと思っておりますんでね、えー、ジョンも付き合ってね。さあ、いよいよ開幕あっという間です。期待値の高い中 マティアス監督と選手の皆さんがどんなサッカーを見せてくれるのか待ち遠しい NHK 総合で中継見ようかな私も NHK 総合で見ようかなまずはスタメンが楽しみで今シーズン J1 初ゴール広島の新スタジアムでの初ゴールはレッズの選手が決めてみせる誰かなやっぱり チアゴーサンタナかな、戦長同じく熱きの予感もあります。長いシーズンですから、仮につまずくことがあったとしても、去年の開幕2連敗の時と同じく、慌てずに信じて見守ろうと思っております。優勝するためには、実力と運と雰囲気が大事なので、クラブ、サポーター全員の力を合わせ、戦っていきましょうと。 ジョンからのお便りりであります浜松のよしみ A 級、ここ数年なかった絶対的なストライカーが開幕からいることは大きい、もちろん波に乗るためにはサンタナに得点を取ってもらいたい、このね、チアゴ・サンタナですがね、手抜かないんですよ、練習でも。 でも真面目私は真面目だけじゃサッカーできないと思うんだけど、真面目さがなければ、サッカーできないと思っている1人なんでねあとは結果を出してくれれば、どんどんとサボーターの信頼感をつかむでしょ。そうすると、レズのサポーターの線のうまいから、もっとチアのサンタのると思うんですよ。ということは、 西野 TT が言った J1 の得点を、これを補強するという明確なプランに、チアゴ・サンタナが答えると、私はそういう展開になるだろうなという予感があるんですよ、ただ、相手の広島だって当然ながらチアゴをマークするわけですから、だから私はこぼれ球に飛び込んだ厚木のゴールというふうに予測しているんですよ。すごいででしょここまでの プロっぽい予測、えー、結果が出ればいいんですけどね。はい。あ,あ、ひけね、よしみ A 級のお便り。しかし、サンタラはスロースターターであり、数試合こなしてからゴールを重ね始めるとも言われているんで、ウィングが得点するところも見たいです。とにかく勝ってき気持ちよくシーズンに入っていきたい。板橋のレッズサボ、初挑戦じゃないかな。はじめまして、清太郎さん。 いつも楽しく拝見させていただいております。J 開幕当時から裏を応援しております。クラブが補強でここまで本気になったのは初めてのことではないでしょうか。私はね、2004、5年、あの当時、ものすごく仕掛けた、そしてその結果、 J リーグのタイトル取りましたよね。あれ以来じゃないかなと思っているんですよ。あとは結果待ちなんですがね。あの時も仕掛けすごかったですよ。アレックスがいるのに相馬取ったりね。長谷部がいるのにボランチを次から次に補強してぶつけてくるとか。その代表格、山瀬でしたけど。山岸いるのに続き来るしね。私は あれ以来じゃないかなと思っているんですが今までは小手先で仕事をしているイメージでずっと違和感を覚えていましたようやくフットボールクラブらしくなった気がいたしますこの状態を維持継続してもらいたいと願うばかり今シーズンは何が何でもタイトル獲得してコアなサポーターを納得させライトなファン層にはスタジアムに足を運ぶ きっかけになってもらいたい。ここなんだよ。板橋のレズサボ、初挑戦で J 開幕当時からのサポーターだったっていうのが、この2行でわかりますよ。コアなサポーターを納得させ、ライトなファン層には、スタジアムに足を運ぶきっかけになってもらいたい。もう、すべてをこの2行が語っております。何よりも、 裏場に携わるすべての人が笑顔で過ごせることを期待しておりますこれからもどうぞご乗船ください和子アッパー十人高鳴る胸を抑えることができませんそんなサボーター多いんではないですか開幕の阿部への広島戦間違いなく厳しい戦いになるんで不安もありますよしかし今年はそれを上回る期待感がありますこんな気持ちで 開幕迎えのも久しぶりです数年ぶりにデブリが購入しました、今年は堂々と、このレプリカを着て、街を歩ける強い浦和レズが見たいです。ここも一つのポイント、今年は堂々とレプリカを着て、街を歩きたいって言ってるんですよ。ということは、今までレプリカ着ているんだけれども、堂々と歩いていなかったってことでしょ。う ここなんですよクラブの方チームの方やないですよが、私が言ってるのはね、クラブの方、この部分を押さえてもらわないと、みんな肩身の狭い思いしてるんですよ、さいたま市、おぼろそぼろ、インターネットなどから情報を見引きして、エルゴラストの選手メーカ購入、待ちに待ってとうとう開幕、毎年思っている気持ち。 良くも悪くも平常心でまず数試合見てからいろいろ言わせてもらうという気持ち今年も変わりませんしかし補強なりを見ていると例年に比べ明らかに気持ち高ぶっていますまあともかくヘぐも式のサッカーを見せてもらいましょう今のところ不安は微塵もなく楽しみでしかありません 赤いサンタクロース。チケットを取れず、仕事も休めず、仲間に託しました。開幕戦の1試合で、今シーズンの売られず売られる意味で、結構大事な試合だと感じています。小野さん、熱木がファーストゴールと予想されていましたが、私は順当にサンタナかなと予想しております。最後にアウェイに乗り込む、 サボーターの皆さんへ、本気で優勝を狙っているチームに迷惑かけることないような今シーズンにしましょうね。サンタクロース、そろそろこの話やめないか分かってると思いますよ。ね、もうそろそろこのサポーターへの呼びかけの中で、チームに迷惑をかけるとか、そういう言葉もうやめよう。ね、もう十分に 去年学んでいるはずですから、カゾノウガサポ、第三者委員会の内容を見ました。厳しい意見はもちろんですし、当たり前だと思います。阿部勇樹コーチの言葉、非常に重く感じました。開幕前の浮ききっとした気持ちから、目が覚めました。サボータークラブがこの事件に、 本気で向き合わないと、リグ制覇はないでしょう。裏だけです、毎年問題を起こすのは。サボターも待ったなしですよ。これ以上、クラブ、選手の足を引っ張るのはやめましょう。切なる願いです。もう、ウガサポもここまでな、ここまでだよ。でね。 1700私が夕方やっているナックファイブの番組、月曜日のレズのコーナーがあるんですが、そこに赤い子グマからいただいたお便りがありましてね、えー、ただもう開幕の週でしょ、高ぶる気持ちの方を優先して、第三者委員会についてのご意見は、えー、動画の方でやりますから、そちらの方にということで、赤い子グマが今、この船に乗っているかどうかは定かではありませんけれども。 えー、ご紹介しますね公式ホームページで公開され、とても長かったんですが、裏に関わる誰もが当事者なんだという意識がなければ、また同じことの繰り返しと思い、読みました。参考にはならないかもしれませんが、少し私の経験談を。 私だって負け試合の後は悔しい、そんな時は映像を見返して、何がうまくいかなかったのか、それをどう変えていけばよくなるのか、自分内に検証し、ラジオに投稿しております。採用されなくても、投稿した先で誰かが読んでくれれば、自分の愚痴を聞いてもらっていることと同じだと思っています。また 他の人の投稿をラジオで聞いていると、思いを共有する仲間がたくさんいることもよくわかります。それでも収まらないほどの惨敗の場合は、それに応じた日数、裏のことをすっぱり忘れ、過ごすんです。そして、試合の前日までに、さあ、次は前回のうっ話すような、そんなゲーム頼むぞと気持ちを立て直します。スタジアムに行けば、私も多少のやじ飛ばします。ただし、その言葉の大半は、 事前に考えたセリフなんですどうすれば選手が奮い立ってくれるのか、過剰な挑発性になっていないかな、できれば試合の空気感、壊さない程度に、前の人に、あいつ面白いことを言うじゃねえか、なんて思ってもらえればいいな、などなど、いろいろと試行錯誤している時間や、納得いくセリフができたとき、それがまた楽しいという、これ、ラジオに寄せられた。 赤いいのの応援への思いですね。私はねあの金曜日は出張でね関西方面にいていたんでその会場にいなかったんでまあ新聞の速報記事とかねその後、しっかりと公式ホームページを読み込みましたがやはり活字だけだとどうしてもその会場の空気感というのが分かんないのがね私としてはとても残念なんですが。 まあ安倍ちゃんが心を込めて呼びかけたようで、彼の表情が浮かんできましたまああの今回でこの話、最後にしますが、まずね、どんな状況であろうとも暴動は許されないんですよ、売られた喧嘩も買っちゃいけないんです、喧嘩やる場所ではないから、あの暴動の結果が天皇派出場剥奪でしょう。 俺、クラブの経営にも、選手たちの出場機会も、いや、もっと言うならば、サポーターの応援、観戦機会も、奪っちゃったわけですからね、いいこと何にもないんですよ。私は以前から、最初に5万人が入った頃からだったと思うんですけれども、5万人入れば5万通りのサポートの仕方があると、5万人のサポーターがいるんだと。 繰り返し言い続けてまいりました、今ももうこの考え、全く変わっておりません。でも、この中に暴動は含まれておりませんから、ね、試合結果や内容に拍手やブーイング、分かれたっていいと思うんですよ、でも、やはり暴れるのはね、相手サポーターを力で攻撃するのは違いますよ。 サボターの武力闘争するためにスタジアムに行ってるわけじゃありませんからあの名古屋で暴徒化したサボーターたちもね結果暴動を起こしたんだけれども行くときに根本はレズ楽しむためにわざわざあの名古屋の正直言うと偏僻なところまで行っているわけですから根底の部分は同じなんだからねで今回数多くの書き込みも拝見しましたけれども あの中にクラブがサボーターを甘やかしてきた結果だという意見もありましたがね、クラブが甘やかしたからこうなったのか、サポーターがクラブに甘えたからこういう結果になったのか、私はよくわからない、わからないけれども、今回の暴動はあの瞬間で起こったわけではないと思っています、私はね。売られれずとサボターの信頼関係が崩れた結果 あの瞬間にポーンと出ちゃったんじゃないかと思ってるんですよ。荒々しく打ち上げた3年計画。あの時サポーター、石の上にも3年、この気持ちで結果待ったと思いますよ。ご存知のようなありさまだったでしょこの今、時々使われるもやもや感、まあ簡単に言うと苛立ちですよ。それが、あの暴動の、 一番の軸にあったんじゃなないいかなっってて今でも思っていますただ、もう一度言いますよ。だからといって暴動は許されるものではありませんから。ただ、彼らが暴動を起こすためにスタジアムに来ているわけじゃないということだけは、同じサボーターとして私は、今でも信頼したいと思っております。クラブとサボーターの信頼関係の崩壊、これが生み出した悲しい事件、今後も語り継がれていくと思います。こののの信頼関係の崩壊ってのはね ああいう暴動の事件だけじゃないんですよ。入場者の数にも明らかに現れてるでしょう。どんどん減ってるんだもん。もう常時5万近かった。4万超えて当たり前。4万2000じゃちょっと少ないな、共済した。とつぶやいたあの時代から、今、3万人やっとの状況が続いてるんですよ。まあ今回の処分で、果たしてどのぐらいの。 サポーターたちがもう一度、再三に戻ってくるかですね、最も重要なのは、クラブが信頼を取り戻すこと、ここから新たなスタートにするのか、それとも、悲しい言葉だけど、終わりの始まりなのか、ものすごい正念場に、ウラれは入ってきたと思います。ね、そのための何か年計画を立てる時期だと思いますそんんななことは宣言しなくていいんです。 クラブの中で信頼関係を取り戻す計画をぜひとも立てていただきましたもちろん結果でチームは答えるんだけれどもクラブはもっと大きな深い意味で何しろ本当かどうかわかりませんが隣町に黒筆がやってくるという話も出てきましたからねさあメッセージ続けます鴨ネギです 2024シーズン開幕です相手は去年土壇場で3位の座をかすめ取られたサンフレッチェ広島そうだったね舞台が新スタジアムと話題十分ですよねマティアスはすでに選抜メンバーの11人は頭に描いているということで誰が登場するかとても楽しみ多分カモネギの予想はぴったり当たると思います たかが38分の1、されど38分の1、そうなんだよな、伊藤敦樹はこの38分の1の意味を、とても大きく捉えておりましたね、火曜日の練習の後語っておりましたよ。今シーズン、占う上でも、初戦は1試合以上の価値と重要性あると思います。 今シーズンはリーグ戦全集中ということで、初戦から120%でいきましょう。ウィア・レズです。船長は今シーズン最初のゴールは熱きの予想ですが、私は果敢な攻撃から獲得した PK、神、ショルツではないかと、睨んでおりますなるほどね、ありうるな、すごくありうる。 うん、ありうるわ、ショルスね、前目の選手に目いっちゃってっけどな、なるほど。深谷のカー君、今シーズンは攻撃的なサッカーを目指すようなので、とても期待しております、新体制発表記者会見の中で、監督が勝ち負け、それ自体は問題ではないけれども、勝って浮かれて負けて落ち込むというのが問題だと思う、メンタル的な安定性、重要だと思うと、 話をされておりましたが、この時の監督はじゃあ、勝負にこだわらなくていいんだということを言いたかったわけじゃありませんよね。長いリーグを戦う上で、負け試合を引き分けにする、引き分け試合を勝ち試合にするには、フィジカルだけではなく、メンタルも維持しなければならないということも言いたかったのではないかなと思っております。ももうおっしゃる通りりでですすよよこれははははサッカーだけの話ではなくてて日常生活にも当てはまりますよね監督とは 年齢的に私は近いんで、彼が昨日の定例会見の中で、私は64ですが、今でも貪欲に学ぼうとしています。それはサッカーだけではなくて、人生についてもそうです。と話したことは、このことに勇気をもらいました。勝ちましょう。そして、リーグ制覇しましょう。深谷の家君のお便り、今日はここまで。 はい、レッズ力ね港に帰ってまいりました次回は29日木曜日の配信となりますあの前にも話しましたが今シーズンは試合翌日配信していた特別執行ありませんから試合終わって慌ててメールを打ってこの船に配信しましても船は港におりますので執行いたしませんのでご勘弁くださいで木曜の通常執行で その試合の模様などを振り返りながら次の試合に向けてモチベーションを高めていくそんな流れでいきたいと思っておりますさあ,あ YouTube のコメント欄の書き込みも拾っていきたいと思いますんでいろんなことを書き込んでくださいお待ちしております宛先は m- 海賊アットマークレディパッ .com お待ちしております締め切りは配信当日木曜朝7時お待ちしております 活用この番組は坂チャンネル登録よろしくね。